九月八日火曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です あの昨日はですね、番組がまあ終わって、しばらくいろいろ事務作業とかをやりながらですね。はい、昼からちょっと会社の近所に取材に行くという機会がありまして。あの有楽町とですね、新橋の間っていうのは、まああの。京浜東北線と山手線と、それから東海道線、東海道新幹線もですが、それぞれ高架の上を走っております。はい、で、その真下の部分がガード下と呼ばれるやつでして。うん、で、あのその有楽町と新橋の間のですね、ちょうどその中間から。 ちょっと新橋よりぐらいのところっていうのがですね、あの私好きでよく歩いてたんですけど、うん、これがあの昔ながらのですね、なんかちょっとこう薄暗いガードしたっていうような感じで、<laughs> はい、でそこにまああのまあ、言ったらミシュランよりは汚なシュランみたいなお店がですね、えー、いっぱい並んでるというようなですね、かなりこう風情のあるなんか昔の映画なんかで撮影したらすごくいいんだろうなみたいな、ね、あ,<ー>あの丸い取っ手のドアで探偵事務所がありそうな感じの。うんえー ガードしたっていう感じだったんですけどこれはです、ね、あのいつごろからか散歩できなくなってですねここはあの大規模工事をやって回収をしてたんですよ、はいうん、でそれずっと回収をしてて、えー、ようやくですねそれが終わって新しくお店ができますとで、えー、日比谷おくろじという名前なんですけど、えー、このですね、えー、報道公開があったんで行ってきました正式オープンはあ9月10日だそうなんですけれども、うん、なんかねすごい綺麗になっちゃっておしゃれになっちゃってね。ね<ー>なんか日本中 それからいろんなこう、お店をこう、取り揃えてっていう感じで。そうですよね。ねまあ、飲食店だったり、セレクトショップだったり、パンフレットには、通な大人の通り道って書いてます。そうですか。通な、はい、<laughs> 大人の通り道です。なんか、が高くなったなみたいな感じもあるんですが。<laughs> はい、でも、あのー、いろんなね、あの、本当、日本中から。うん、ええー、名古屋で、行列の絶えない、うなぎの名店だったりとか、あるいは。なんか、函館直送の、ウニといくら。のみで勝負を、うん。うん をするとというお店ができたりかやっぱあの日本っていうのは日本中いろんなところにおいしいものがあるんだなっていうのがねわ、えー、かりますし、まあ、このコロナ禍でなかなか、あのー、実際に旅行に行くっていうのがなかなか難しくなってきているという中でですねこういうお店ができてくるとあ東京でいろいろ味わうことができるっていうのもいいなとこういうふうにも思ったりもしました。あのーねえー、日立牛のおお店店だとかいろんんなが、ね、が出てるでですが、まあ、一方で ですねあのー、この 水産物であるとかっていうのがいろいろこう変わってきてるなっていうのがね、あの環境の変化っていうのは非常に感じるところがありまして、えー、それこそ、あの、台風がね、えー、これ大きなものがガンガンと来るようになるっていうのは、まあここ数年の出来事であるということが今日の新聞ではかなり特集されています。あの、台風10号が、えー、日本列島、特に九州に被害をもたらしてそして過ぎ去りました。で、えー、確かに前々からね、いろいろこう準備をしていたと昨日あの熊本放送の記者の方とも繋ぎましたけれども、えー 結構早くから避難をしている人が多かったということがあって、まあ、あれだけですねそれこそ戦後最大級じゃないかみたいな、えー、ことが言われていたにしては、えー、人的被害と、まあ、もちろんあの亡くなられた方がいたりとか、あるいはまだ安否不明の方がいるということもあるので、まあ、一刻も早い救助というものを願うばかりではありますが、あのー、そのね、 事前の準備っていうものは、えー、きちんと功を奏したんじゃないかとそこは冷静にこう評価しなきゃいけないという,ふうに思うんですが孤島土佐用にかなり環境が変わってきてるということがありますで、えー、北の方からでもですね、えー、その環境が変わってきたぞというニュースが入ってきましてサンマが記録的な不良であると8月の水揚げ量が過去最低だった去年の8割減と。去年あのね 根室の海上保安部の方を取材した。その時にあの、 当時のですね、えー、漁家の方々も取材したんですが、もう本当に海の様子っていうのがおかしくなってきちゃってると、もう出ても何と、何にも取れなくなってると、昆布もダメだし、で、えー、鮭もあんまり良くない、イカも良くないっていう中で、で、あのー、去年あたりからですね、根室も、あの、船出してサンマを取りに行こうと、で、これが解禁されたんですが、しかし去年でも期待ほどは全く取れなかったんだという話があったんですが、で、さらにその、 過去最低だった去年の8割減ということ。まあ、食卓に上るサンマも高くなるぞっていうことがね、えー、よくニュースなんかでも出ますが、私それ以上に心配なのはですね、これ、こういうことがあると、もうあの、サンマに、えー、生活をかけてですね、えー、船を出していく漁家の皆さんが、じゃあどうするかっていうと、多少少々の試験でもまだ全然取れてねえんだから、もうちょっと俺やるっていう風になるとですね、これ、タイミングを逃すと海って本当に様子が一変しますから、タイミングによって。 で,す、ねでえー、帰れたはずの,その航路で波が高すぎて帰れなくなってしまうとかで去年もです、ね、実はそうやってあの無理をしてサンマだとかを狙っていった船が、えー、台風だとかあるいは低気圧が近づいてきて、えー、自分の港に帰るその途上で横波にやられてひっくり返ったなんていうです、ねまあ、これはあの海上保安庁もすでにかなり警戒を呼びかけているところ次長も呼びかけているところなんですけれどもさがさりながらこの経済的なねそうじゃなく コロナで結構苦しいという中でええなんとか一発当ててやんなきゃというようなですねえ漁家の皆さんが無理をしなければいいなというのは非常に思うところであります、まああのいろんなですねこれあの漁業保険なんかにも入ってるという話があるんですけれどもなかなかそれだけで生活を支えられないとか俺たちは海と共に生きるんだという心意気でやってるような方々もいらっしゃいますのでええそこのところは、まあ、あのプロにこんなこと言うのは釈迦に説法なんですけれども、うん、ええ海の表情変わってきてる。

今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さん、えー、この後6時10分過ぎも13、4分からすでに登場ということになっております今日は新総理への提言ということでまず6時台お話をいただきましてそして7時台は景気の基調判断についてそれから IOC のコーツ副会長が新型コロナにかかわらず来年の夏オリンピックを開催すると述べたということで自民党の新型コロナ対策本部顧問の竹 県民警蔵参議院議員に電話で登場していただきましてその現状そして総裁選についても伺っていこうと思います、えー、そして中国政府がアメリカメディアの記者賞更新停止化というニュースさらに合流新党の代表選挙もスタートしております今週は番組で作ったおいしい千葉の新米麹米5キロを毎日20人の方にプレゼントしますポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りましたこちらに 住所やお名前電話番号を登録してご応募くださいいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています 今週はこの時間からコメンテーターの皆さんにご登場いただきます今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします朝早くからすいませんいやいやいやということは皆さん朝早く毎日朝早いんだね <laughs> いやまあそうなんですよ<ー>、ね、いやいやいや素晴らしいいやいや何を言ってるご苦労様でございます <laughs> いやいやいや,いやまだ声がよくかすれちゃって出ませんよ <laughs> 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 今ちょっっと作ったんですよ <laughs> さあ、えー、今日はですね今日は今週は、えー、コロナ経済外交災害そして日本を守れる次の総理は徹底討論工事専門家会議ということでさまざまなニュースに提言をいただきますが、えー、今日はですねテーマが新総理への提言と、えー、大きく分けて2つ、えー、提言をいただくんですがでは長谷川さん1つ目のキーワードをお願いします。 衆院解散総選挙、早く断行すべしもう、もうこの先の話ですね。これ今エコーかかったから。エコかかりました。か,かったそうそう。あの、ちゃんと叫びのところはエコーかけるようにしております、ね。かっこよくね。さあ、この衆院解散総選挙、お、この話、ちらほら出てきて。そうそう。やっぱりね、両院議員総会でしょ、はい、ということは、まあ、自民党 党員でなければ、国会議員と、党員だって、あと各都道府県の3人代表ですから、そうですね、普通の党員も参加してない、これだとね、やっぱり政権の正当性、連盟で言ったレジティマシー、これがね、確保できないっていうのはずっと付きまといますから、そうするとね、いろいろ響くんですよね、人事をはじめ。だから、それを考えると、できることなら、早くやったほうがいいよねと。ただもちろん新型コロナがあります そこのとの兼ね合いでしょうけど、まああの、どうですか、第2波、ちょっと今、収束しか、収束とはでまでは言えないまでも、勢いがちょっとに,ばってにびっときてますよねだいぶこう鈍ってき、ね、ていて、うんであの、感染者の報告数というのもだいぶ減ってきているというね、1>, うんうん、1日あたりのということですよね、はいまあ、ですから、まあ、その様子次第ですけども、うんまあ、私はなるだけ早くやったほうがいいんじゃないかなと。はい まあ思うんですね、うんうん、でそれに対する一番大きな反論というのは、はい、要するに今回、安倍総理、病気辞任で緊急事態だったから。えー 時間をかけられないんで、い、ええ、わばフルスペックの自民党用の総裁選できなかったと。はいうん、こういうことでしょうと。うんうん、それで自民党の総裁選フルスペックでできないのに、じゃあ解散総選挙はどうなんだよと。つ、はいつまが合わないじゃないのっていうご意見、見方、うん、あは確かに一方であるんですけど、はい、まあ私は逆に言うと、だからこそね。だからこそ。だからこそ、国民一般にした総選挙をやるべきだと。うん、つまりま、形はどうあれ、どっちにしろ一政党の、はい 内の選挙で総裁に選ばれたにすぎないわけですよ、これから選ばれるんだけど、はい、まあだからそういうことを考えると、国民の民意、意見、態度表明をする機会というのは、やっぱりあったほうがいいかなと思います、ね、確かにね、あの仮にこうフルスペックの総裁選を自民党の中で党大会を開いてやったとしても、うんはい、自民党員はまあ100万人強ぐらいということを考えると、日本人の人口 人口の1%に満たないかどうかぐらいと、うんうんまあ、そういうその職業別の話もあるし、うんあのか、トータルの数の話もあるし、職業で見ると、一般サラリーマンが自民党員っていうのは非常に少ないんじゃないそっかそっかそっか、やっぱり農業の方とかね、自営業者とかね、はい、まあそういう方たち、伝統的に自民党員多いって言われてますから、そうすると、普通のサラリーマンの方たち。 は少ないとすると、やっぱりそこでもちょっと歪んでるかもしれない、はい、ということですよね。完全な民意を反映するような構成でないと考えると、えー、確かに選挙をした方がいいと、えー、まあ直接的に民意がそれとね、これがまあ普通の一般国民から見た感じなんですけど、自民党の中のというか、菅さんの都合から言ってもね。はい えー、要するに内閣が発足した直後っていうのは支持率高い。 どうも、今、安倍政権だって50、弱ぐらいそうですね、調査によっては60%の支持率みたいなのも出てますね。そうそうそうですよね。うん、それから菅さん個人も、はい、これまで人気チン投票をやると、石破さん、岸田さんの個人を廃してたと思うんですが、はいうん、どうも50%近くぐらい、<ー>えー、TBS なんかでは確か48だったかな、うんくらいまで行ってたりするんで。<laughs> はい まあ人気のあるうちに解散・る選挙をやっちゃおうかというふうに判断する可能性もまあ十分あるかなと,うんうんと思いますねまあこれ、日程的に考えると来年になってしまうと、まあ、6月に都議会選挙があって はい、でその後はオリンピックはまあ予定通りならばあると、はいはい、で都議会選挙の前の大体2か月ぐらいは公明党は選挙してほしくないっていうふうに言ってい3か月、要するにあの法律の問題で、住民票を移動して東京都民になって投票する人がいるってよく言われてますよね、はい、本当かどうかじゃないけど、はい、まあ一般的に言われてる、うん、そうすると3か月前に入って東京都民になっていて、逆に出る場合も3か月後でしか有権者の登録ができないと。うんはい いうことになるとまあ3か月、だから6月だとすると3月、三、うん、月から、それから、うん、後ろの方は9月まで、はい、3月、9月は勘、ま、弁、あ、してくれるという話になると、もう一歩一つは通常国会始まって、えー、予算審議が始まると、うん、まあ予算案てのは大体まあ遅くと、もうどんなに遅くとも4月の初めにはまあ成立すると,ると、うん、いうことを考えると、まあ、1月から4月まで、4月の頭までは予算審議、それから3月から9月までは今言った事情と,、うん、となるとね、結局ね、 来年は1月の初めぐらいしかい、ね。しかはい あるいは通常国会の冒頭ぐらいしかないんですよ、うんうん、で、つまり言うと、まあ、9月の半ば、まあ、10月の頭ぐらいから、はい、来年の1月ぐらいまでしかもうチャンスはないとこの秋から冬にかけてしかないと、うんうん、ない,ないそうするとでそこに11月の頭にはアメリカの大統領選が入ってきてその後 G7、ええ、をやるというふうに言われているだんだん狭まってきますねそうすると残、ね、るがね、うん、まあ今言われてるのがまあ日曜日で考えると10月の20、はいはい 日これが一番有力かなと思いますね、9月30日解散で、10月13日公示で、それから12日間たった10月の25日,25日えっていうのが、一番考えやすいんじゃないかと。なるほどだから主犯指名選挙、今は9月の16日に臨時国会開いてそ、ね、はい、その日のうちに主犯指名選挙やり、はい、 組閣作業に入り、3日間で一番一応終わりと、そうですね、国会を閉めるということですね、ただ、その3日間でね、じゃと政府の体制全部整うかっていうと、副大臣政務官クラス、あるいはさらに自民党の各部会長クラス、筆頭理事、人事などなど考えるあ軽く100人超えますんで、そうすると、3日じゃ決められなくて、多分それからずる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 、もうちょっとかかって。 まあ1週間と考えて、それからもう一っ国会を開くかという話を野党とし、はい、まあその頃にはまあ空気がだんだん見えてきているんじゃないかなるほど、ええ、確かにこれ、国会ね、閉じた後四4連休もあるし、そうすると実質はそんなに動けないってことも考えると、そこで空気がと、でええ、そこでの、はい、選挙のまあ争点にもというところ、2>, はい、2つ目の提言、こちらです。はいはい えー、菅政権は消費減税も断行すべし。 っりこの消費税というものが、これ、今のところ総裁選の候補3人、お三方とも、どちらかというと、留保をつけたりとか、後ろ向きだったりとかしますが、これもポーズだったりするわけですか菅さんね、7月の記者会見のときに、つまり安倍総理がまだお辞めになる前の話ですけれども、その時に記者に質問されて、消費減税どうなんですかと聞いた人いるんですよ。その時は 消費税の話は直接せずに、はい、消費税自体は社会保障財源のために必要なものであるっていうふうに答えてるわけ、つまりこれ、はぐらかしてるわけですよ、はい、であのはぐらかしを見る限り、私はこれ,、えー、これはもう減税する可能性っていうか、十分あるなと、つまり検討してんだと、いや、検討はしてると思いますよ、そりゃ。 検討はしていて、まあ、消費税自体は社会保障財源のために必要だというまあ答えだった、でその後、まあ、こういう事態になって、今あのもう今、実用総裁選始まってるわけですが、はい、事実上はで、テレビのインタビューで、消費減税どうするんですかって言って、まあ、考えてないというふうに言ってますけども。はいうん これはね、君子表現す。十分あり得るかと。つまり、こういう重要な事項はですよ。まさか今、総裁選も終わってないのに、今からやりますとかやらないなんて、それは言えないし、インパクト大きすぎますよ。はっきり言って。いざ、解散する選挙の時インパクトなかったら、目玉がなくなっちゃう。だからまあ私は当然言わないんだろうなと。でも、それは表現する可能性は、 十分にあるとだってそもそもさ、菅さん、総理総裁目指さないって言ってきたわけじゃないですか、そうですねずっと言ってきましたよね、ところが、表ししたわけでょそうですね、先週末でたと。表変したと。だからね、消費税についても、やらない、やらない、やらないとずっと言ってて、あやっぱりことしました。っていうことは、あり得るし、あってもおかしくない。 大体さ、あれですよね、予備費にさ、安倍総理10兆円積んだわけでしょ、使途が決まったのはざっくり5兆円ってわれてるじゃないですか、5兆円残ってるわけですよ、じゃあ、消費税、例えばね、2%を期間限定、1年間だけやるって言ったらいくらだよっていうと、兆円な1%で2.5兆と言われしょ だから二パーセントだったら五兆、五兆五兆残ってれば十分なんで、だから財源あるわけですよ。財源ある。まあだから財源あるとなったらね、それを使いたくなる誘惑にはかられるんじゃないの？なるほど。で財務省が反対してもそこは菅さん、ああ菅さんはね、官僚相手はある種この総理以上にもう忖度しない人ですよ。なるほど。あのね私その第一次政権の時。 菅さんに会って大臣の質で聞いたことあるんだけど、はい、彼はツけをドンとやるそれでやれって言ったんだって言ったことがあってお<ー>、うん、まあそういう意味ではない過断な人です確かに過断って結構キーワードとして菅さん使いますもんねあ本当、うんえー えー、今日のおこのゾーンですが、えー、2つの新総理への提言をお送りいたしました。はいえー、7時台のニュース解説もお願いしております。えー、引き続き、長谷川さんよろしくお願いします。はい。ここが気になるプラス、えー。今日はですね、産経新聞の一面トップですね。あのー、昨日のですね、番組の放送のオープニングだったかな。あえー、それこそここが気になるプラスのゾーンかな。えー 昨日の日付9月7日というのがどういう日かと10年前に尖閣沖で海上保安庁の巡視船水木に中国の漁船が衝突してきたというあの事案から10年が経つんだという話で昨日はですねあのフォークランド諸島紛争の話を引きながら当時のイギリス軍の少将だった人のインタビューを引きながらですね 解説がありましたが、えー、今日はですね船長釈放官元首相が支持という一面トップの見出しでありますこれしかもですね証言をしたのが、えー、当時外務大臣で、えー、重量級閣僚だった前原誠司さんと いうことででですね、えー、でなんで、えー、こういうことを言ったのかというのまで解説されてますあの年2010年秋には横浜で APEC が開かれましたでその APEC に中国から胡錦濤国家主席が来るはずなんだけれどもこの尖閣沖の衝突事案で船長が拘束されているうちは胡錦濤は来ないかもしれないと、えー、で、えー、かなり強い口調で釈放しろとこう迫ったと胡錦濤が 来ないじゃないかというふうにですね。まあ、あの人、カンさんというのは結構よく感触玉が破裂する人だということが言われておりましたけれども、えー、その時もかなり、えー、こう強い口調でと、まあ、強い口調でって書くのが、えー、新聞らしいところですけれども、要するにこれ、あの、読んでると怒鳴ったと、えー、いう、前原さんを、前原さんはあの来なくてもいいじゃないかと、えー、中国が国益を損なうだけだと、えー、いうふうに言ったんですが、カンさんは、俺がエーペックの議長だ言う通りにしろというふうに述べたと。 いうことであります。で、ただ、あのその当時はですね。言われていたのが。 えーえー、検察の独自の判断だということで、ただその当時、も那覇地検が独自の判断で、この国際事案の戦地を釈放できるかということはずっと言われていて、で、それをですね、まあ、さまざまな角度から、えーえー、いや、これやっぱり官邸の指示があったんですよっていうのは言われてたんですけれども、実際に、えー、総理が指示したかどうかっていうのは闇の中でした。しかし、それを実際に指示を受けた人が証言をしたというのは、非常に。 非常に重いなと思いますし、えー、こういった忖度、中国への無用な忖度がですね、その後、中国が、えー、まあ、日本に対して踏み込め、あいつらは引いてくるというイメージをつけてしまった。それがこの10年間に、え、影響してきているというふうに産経新聞は結んでおります。以上、産経の記事をご紹介しました。 さあ次第もコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります。今朝はジャーナリスト長谷川幸次さんです。引き続きよろしくお願いします。はいお、おはようございます。よろしくお願いします。お願いします、えー。メールやツイッターさまざま感想も含めていただいておりますが、うんえー、まずシシ座の B 型さん栃木宇都宮から。 いや安倍総理の辞任発表の記者会見の後の解説通り菅官房長官の流れになりそうですね長谷川さんと、はいたただきました、うん、え先週の金曜日、えー、先々週の金曜日ですかね<え>うあの時いち早く菅さんは立つというふうにおっしゃってましたが。えー まああのほら、安倍さんと麻生さんがずっと密談やってたじゃないですか、はい、そうするとね、えっと、<え>安倍政権の継承っていうのは筋から考えてそうだと思うんですよね、病気退陣だから、路線変更はないと、うんうん、そうするとね、候補者っていうのは麻生さんか菅さんか、あるいは茂木さんかぐらいに絞られちゃうんですよ、うんうん、で麻生さんにやったら、この密室談合って言われますからね、はい、自分自身が総理とやってたんだから、ええそうするとね、勝共法で、まあ、茂木さん、まだちょっと早いとすると、うん、菅さんっていうことになる。 ういうのが読みですね、読みだったんですけどね。そこで岸田さんっていうのは、なかなかこう浮上しなかったん,です、ね、んまあ、そうね、ねあのー、岸田さんも人柄良すぎるけどね。うん 昨日ね、あのーはい、森元総理大臣がある会合の中でね、いやー、麻生さんと組んどきゃー、岸田さんの目出たのにと、ええ、いうふうにわざわざ言っちゃったっていうね、する <laughs> にね、<laughs> うん、あれは古賀さんと手を切っときゃよかったのに、お前は、ね。まあ、あれは要するに、2位に岸田さんに入ってもらいたいっていうことなんじゃないのああ、なるほど,るほど、うん。この前言うと、石破さんが2位入っちゃうとさ、岸田の目が完全になくなっちゃうと、うん それはよろしくない。森さんだっても、岸田さん、あの石破さんはもう大嫌いだからね。まあ、私ご本人に聞いたことある。言われたことあってさ,さ、森さんに。まあ、時間大丈夫?<ー>。あのね。要するに長谷川さんはさ。 えっと、石橋茂って何回塔を書いたか知ってるってテレビで聞かれて直、直前<ー>振られたわけです。て私ね、はい、まあ3回じゃないですか君は知らんのだと。あいつは変わった塔に、塔を変わって、その塔の名前が変わったんだよだからそれをカウントすると7回になるんだよ七回本当かと。<laughs> はでね、一番苦しい時に、やっぱ砂掛けて出てったんだっていうふう,そう,そう風に森さんは怒っているわけです。そうですよ。それをずっと言ってますね。う ここで番組からのお知らせです。9月7日月曜日からの工事アップは特別企画です。題してコロナ、経済、外交、災害、そして日本を守れる次の総理は徹底討論工事専門家会議 6時15分頃と30分頃にもコメンテーターが毎日生で登場ということで、えー、6時台からほぼ2時間、えー、ぶっ続けでコメンテーターに登場していただきます。混迷する今の日本、そして今後、えー、さらに復興の秘策をみんなで考えます。9日水曜日は数量政策学者の高橋洋一さん、10日木曜日は自由民主党参議院議員青山茂春さん、11日金曜日は外交評論家の宮城邦子さんです。 千葉の美味しいお米、コージー米の新米5キロもドーンと100人の方にプレゼント。9月7日月曜日からの OK コージーアップはコロナ経済外交災害そして日本を守れる次の総理は徹底討論コージー専門家会議。どうぞよろしくお願いいたします。9月8日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田コージです。えー、まずはこちらのニュースからです。 景気の基調判断、過去最長の12ヶ月連続悪化。 昨日内閣府が発表した7月の景気動向指数によりますと、景気の現状を示す一致指数は6月よりも1.8ポイント上昇し2ヶ月連続で改善しました。また景気の基調判断は12ヶ月連続で景気交代の可能性が高いことを示す悪化に据え置かれ、現在の方法で分析が始まった2008年以降、リーマンショックの時を超えて過去最長となっております。 まあ一致指数はちょっと上がったとっいう感じですかまあちょっと上がったと言っても、もともとものすごい低い水準からちょっと上がったわけなんで、はい、だからまあ悪化、はい、まあそれはね、こんな数字言われなくても、皆さん、もう肌で感じられてらっしゃるんじゃないかと思いますけど、やっぱりね、景気の現状、相当厳しいですよね。はい でやっぱりそうなると、心配なのが、うん、まあ倒産と失業、はい、ということですけど、倒産、えー、いわゆるコロナ倒産、うん、これ、あの東京証拠リサーチと帝国データバンク、あ<ー> 2>, 2社の調査でも、はい、まあ要するに500件超えそうだと、うん、今週中には。うんはい で、やっぱり飲食、ホテル旅館、アパレルの小売り、このあたりが非常に厳しいですよね。はい、まあ確かにあの繁華街歩いてみても、うんええ いわゆる個店といわれるところつまりチェーン化してないところの個店の飲食の、はい、お店とかはシャッター閉まってるのがずいぶん目立つようになってきましたよねそうですよね、うん、なんかあこれ、まあ、一時的に閉めてるのかなと思ってよく見ると、えー、もうあの営業終了しましたとう、ね、そうそう,そう,そういうところ結構多い。 でまた、ねうん、あの倒産だったら、倒産の場合は、生産の手続きをすると、えー、あいうようなことがありますけど、えー、廃業もかなり多いと、数字に表れてこないところも多いといいますね相当厳しいですよね。うん なんかあの大学外なんかでも学生が行く食堂が店を閉めているところが結構多いとあ、はい、まあ最近大学は行ってないけど、まあ、おそらく慶応の三田とか、はい、早稲田と新宿とか,かの、ね、あの辺りは相当多いですよねまあ今大学のほとんどリモートですもんねあだからまあ学生の皆さんもリモートであの フラストレーションをつながらせてると思いますけど、まあその食事をあげるその学生向けの食堂、はい、もう相当厳しいだろうなと思いますね。うえー、もう本当に至るところにやっぱり飲食とか大変ですよね。まあだからそこら辺に対する手こ入れ、まあ家賃その他はいろいろやってますけど、はい、まあ私っきりじゃなくてもう一段二段三段うん、うん、の支援策がまあ必要なんじゃないかと。はい。 思いますねそして、えー、もう一つご指摘があったのは失業ですけれども4月は2.6だったんですけど5月2.9、6月2.8、7月2.9ということで、うん、就業者数も,もう4か月連続で。はい ずっと減,減り続けてる、うん、で一方、完全失業者の方は6ヶ月連続でずっと増加、はい、まあですから、今まで、まあ、アベノミクスの下で失業率がとにかく2.4ま,までいったかな、うん、あぐらいまで、ね、もうほとんど完全雇用に近いと、はい、いうか、まあ、完全雇用そのものの状況まで持ってきてたんですけども今回のこのコロナで、うんえー、どんどん悪くなって はい、ということなんで、そこら辺がまが、あ、この菅政権、からねこれから誕生するわけですけど、はい、この問題をどうするか、うん、まあ先ほど私、消費税の減税も考えろって言いましたけど、はい、もう消費減税に加えて、うん、まあ,あとさっき言った給付金の再検討などなど、うんはい、もうこれ、財政・金融政策、もう古武しで、うん、しした質支ええー、するしかないっていう。 まあそういういい展開かなと思いますね、まあ、各国、財政、金融を出してということをこうやってますがそうするとこんな話が出てきて読売新聞一面トップは世界の債務残高最悪になんて言って、ねうんええ、ただ、IMF は今はまだコロナ収束しないなんだから出すべきなんだよというのは実は言っているらしいんですが。がそうね、んうんうん あの例えばニューヨークなんかでもね、えーえー、これ C N かな、CNN が出したやつだと思いますけど、はい、この調子でいくと、もう年内には、いわゆるレストランの3分の2、2> 3分の2ですよ、ねえ割とんでもない数字ですよ、それがあの廃業、廃業倒産するんじゃないかと、もう支える以外に、これ、法はないですよね、モロッねはね。う えー、まずは景気の基調判断昨日の発表された景気動向指数についてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです IOC 副会長新型コロナにかかわらず来年の夏東京オリンピックを開催すると述べる 延期された東京オリンピックの準備状況を監督する IOC= 国際オリンピック委員会の調整委員長を務めるジョン・コーツ副会長は7日、AFP 通信のインタビューでコロナがあろうとなかろうと開催される、来年7月23日に始まると述べました。日本側には大きな任務が課せらられているとまあ世界中からあ 国、ね、うん、地域からチームが来るということで、そう述べてるんですが、長谷川さん、こ断言したんですかね。の,ねあのナンバーーツ はい、副会長ですから、ナンバー2ですよね、うん、ナンバー2がまあコロナがあろうとなかろうとやるんだと言ったんですから、これは結構大きいなと、<ー>まあ私はちょっと難しいんじゃないかとずっと思ってましたけど、これを聞くとやっぱりやるということですね、とまあ,あとね、首相官邸の様子を聞いても、どうもやるということを前提に。 いいいろんなことを考えているらしいですねつまり、まあ、ワクチンの話が大きいわけですけど、はい、とにかくワクチンもワクチンができたらやるっていう話じゃなくてこ、えー、れはむしろ逆で、えー、もうやるからワクチンを間に合わせろと。うん、あ逆の、うん、というふうに言われてるというふうに、まあ、私は聞いてんですよ。うんだとすると、まあ、その話を聞いたばっかりにこのナバーツーの話がありましたから。はい これはやっぱりやるんだなとなるほど。今というふうに見ているところです、うん、さあ、あまそのあたりでは与党の側はどうなのかということも含めまして4月以来2度目の登場です自民党新型コロナ対策本部顧問の竹見慶三参議院議員とお電話がつながっています竹見さんおはようございますあ、おはようございます朝からありがとうございますこのコーツ副会長の発言ってどう思われますか竹見さん いや,やっぱりあの、こういうそのコロナの下ではありますけれども、えー、とにかく、 その7月、8月、9月と、はい、あの来年この時期を見,見越しながら、ですね、えー、とにかくオリンピック・パラリンピックをやるんだとうんいうことを明白にした上で、はい、その準備にかかろうと、えー、でこれ、やはり一つの目標になってきて、ですねうんただ単に日本の国内の,あの目標だけではなくて、はい、やはり国際社会がこういう感染症がある程度この広がっていてもですね、えー こうしたそのオリンピックのような大会が開けるんだとうんいうことをやはり示す、まず最初の大会になる可能性が出てきたんですねは<ー>この,ねあのコロナがあろうとなかろうとというふうに言ったあろうとなかろうとって言っても、ですね、はい、やはりそれには程度があって、えーえー、やはりそのまだまだ感染症、このコロナの,あの感染拡大状況が。 もう厳しくこの広がっていたり、ですね、はい、特にまたそのワクチンの予防接種は、その頃はもう始まっているわけですけれども、うんまだまだその感染者の中で亡くなる方の数が多いとかですね、うんそういう状況がまだあの深刻な状況であるとすれば、それは必ずしもあの開催が可能かどうか分かりませんけれども、はいま、あの相当程度までそのコントロールできる枠の中であれば、 間違いなく、今年はコロナがある程度は感染している状態だったとしても、やるんだと、うん、こういう位置表示だと理解しました。なるほど、うん スタジオには長谷川幸洋さんもいらっしゃいます。おはようございます。長谷川幸洋ですあ。おはようございます。あの、まさに今おっしゃられたような感じなのかなと。つまり、あの、これは日本にとっても、まあ、菅さんも、あの、感染症、コロナ対策と景気、経済を回していくこれ、まあ、同時にやるというふうにおっしゃってますから。はい、これは、コーツ会長のこのご発言というのは、まあ、日本、日本の、その。これからの体制とも、まあ、表側が合うな。 というふうふに読めましたけど、はい、あのこれはもう、基本的にわれわれの考え方と同じですすねね同じなんです、ねんはい、やはりそのウィズコロナの時代のオリンピックっていうことです、まあ、いずれにせよ、要するに共存を図っていかなければならないという、はい、認識に立ったということですかね。そうです うんまあ、そのコロナウイルスについてっていうのも、まあ、だんだんとどういうウイルスなのか分かってきたと思うんですが、そこへきてあの、安倍総理の辞任の会見の中で、実は新型コロナウイルス感染症対策の新しいパッケージっていうのもあの触れていましたよね、あんまり大きく報道されてませんでしたが、あれは大きいですかあのこのパッケージというのもですね、ええ、あの実は。 この1月の下旬の段階で、このコロナをして感染症にしてですね、二、はい、類相当ということで、五類まであるんですけれども、はい、その上から二番目の結核や酸素って、皆さんご存知の感染症と大体同じ程度の,、はい、あの危険な感染症として位置づけたんですね。うんでこれによって あのこの,あの罹患した患者さんをまず特定化して、隔離するというのが、うもう一番基本的な方式として、今までで来てるわけです、はい、ただあの、このやり方だけではねあの、社会がパンデミックになって、市中感染が広がっているような時には、これだけでのやり方ではだめであの、その時には、やはりそのお深刻な時には、 日本ではロックダウンまではしませんでしたけれども、はい、あの多くの皆さん方のご協力によって、えー、実際にそのなるべく外には出ないとか、うん、あそのお人々の行動を制限することによって、社会全体の感染の拡大を抑止するというし、そういうあの強力な政策に転換をしていくということを、我が国が、まあ、感染症有事で初めて経験したんですね。はいうん あのお,お医者さんの現場に聞いてみますと、あの最初の頃とは今だいぶ違ってきて、つまり早く、早い段階からその重症化を防ぐためにコントロールする、まあ、そういう技術がだいぶ進んできたというふうに言われてますね、今あ。それはもうおっしゃる通りです。あのうん、実際にあの、まずその検査の体制が、 圧倒的に強化されてですね、その最初のうちは東京都の中での,あの検査件数なんて1日300件ぐらいだったんですよ。はい、これが、あの、今やその2万件、3万件と、そして全国的なレベルで言えば新たに抗原検査というもっと甘美なあの検査キットでできる方法も出てきてですね、はい、まあ10万件ぐらいの1日検査体制が組める状況になってきましたから、はい、その分、 あの早くそういう罹患した方を探し出すことができるようになったことが第一、うん、で第二は、ですねやっぱり最初はね、全くどういう治療をしたら治る感染症か分からなかったんですよね、で既存の,その治療の仕方の中で、まあ、あのステロイドだとか、はい、あのいろんな薬をそのやってみてですね。 その結果として、ようやくどうすれば重症化を予防できるかとか、ですねそれから重症化してしまった方を救い出すためには、どういうさらなる、あのー、処方で治すことができるかとか、これはもう特にレミデシブルっていう薬がある程度効果があるということが言われてきているんですけれども、はい、ただ、それによって、ですねあの致死率という、罹患した人の中で死亡する人の数っていうのは、 まあ確実に減少してきたんですけれどもね、えー。ただまだまだ高齢者のそのリスクっていうのは高いんで、あのー、高齢者なんていうのは4月の一番最初のピークの時には25%ぐらい。 70歳以上の方危なかったんですよ。それが今8%弱ぐらいまで下がってきましたから、あ<ー>あのそれはやっぱりあの予防とか重症化予防とかですね、うん、それからやっぱり治療の仕方がだいぶ改善されてきた結果、 やはり亡くなる方の数も減ってきたと。うん、こういうことが言えるだろうと思います。なるほど。さあ、竹見さん、そしてもう一つですね、あの、このタイミングで自由民主党の議員の方に出ていただくと、やっぱり総裁選についていかなきゃっていうのがあるんですが。<laughs> なるほど。はい。これ、あの、ま、今回の総裁選、どう竹見さんご覧になってますかこの,のお意義というか。<れ>はい。私の理解はね、ええ。 やはりその、この時代の変革期の中で日本はね、うん、非常にうまく安定政権というのを世界の中でも珍しくきちんと維持できたんですよ。はい、7年8か月ね、うんで。これをですね、うん、やはりきちんと維持できる体制を次、また引き続き、あの、うん、確保すると。うん、そうすると、 この安倍さんの後にですね、はい、やはり手堅く官房長官として実績を上げてこられて、そてしの指導者としての能力という点では、まあ、おおよそ,そのきちんと評価ができる方を、まずはその安定政権としてその構築するときの顔にしようということで、大体いい自民党の中の,その各派閥の ほとんどですねご、ご、ご派閥ぐらいが、はい、もう、あの、うん、菅さんになっちゃいましたから。なるほど。 あの一つの大きな流れはここでてきたということじゃないでしょうかね、うん、確かにね、おっしゃる通りで、私もあの要するにこれはあの長期政権のよどみが出たとか、行き詰まりが出たとか、まあ、朝日新聞なんかはまあそういうこと書いてるわけですけども、<laughs> そうではなくて、これ、病気退陣ですから、<laughs> まずはこの継続する、<laughs> だって国民がノー選挙で脳を言ったわけじゃないですからね、うまあそういう意味では私、今回、いい判断をするんじゃないかと期待しておりますありがとうございます。<laughs> とにかく、はい、このやめるって言った途端にね、うんうん、あの安倍さんはじめ自民党のシリーズも一気に上がりましたから。タグ、ねはい、さんどうもありがとうございました。どう,どうも失礼します。いま続いて教えてニュースキーワードです。中国政府がアメリカメディアの記者賞の更新を停止か。 アメリカのニューヨーク・タイムズは6日 CNN やウォール・ストリート・ジャーナルなど数社の記者が中国外務省に記者証の更新を拒否されたと報じましたこれに対し中国政府は昨日記者証の延期は受理中だなどと報道を否定しております、えー、更新は拒否したのか延期は受理中だとよくわからないんですけれどもねまああのー、これはねことの発端は、はい ああもちろん米中新冷戦という話が背景にありますけどもーー 2>, 2月にウォール・スイージャーナルがまあコラムを掲載して、はい、それでそのコラムがまあ中国はもう病気アジアの病人だみたいな。 タイトルだったんですよ。結構激しいタイトルっていうかね、まあ嫌味たっぷりのタイトル。ええ、でこれで頭にきて、うん、中国がそのウォースジャーナルの記者のビザを取り消したと。はい、でそこからまあ始まってるわけですね。まあでもね、まあ要するにそういう掲載したコラムの内容理由になんてことは、はい、アメリカはしてないし、そもそも中国にいるアメリカの記者とアメリカにいる中国の記者の数比べたら、はい、もう圧倒的に中国の記者 の方がアメリカに多、うん、数多く100人単位で。はい えー、滞在してるわけですねでそれだけじゃないあの、中国のメディアはアメリカのし、はい、ローカル新聞なんかに英語版で、えーえー、要するにあたかもアメ,リカ人アメリカの新聞の1ページであるかのような体裁を装った、はい、あの広告ページ宣伝ページを、えー、入れ込んでたりしてです、ね、これは、まあ、あのアメリカ中国のほうがはるかに、ねはいえー、やりたい放題でやってるわけですよ。うーんまあ、だからこの単なる記者書の の更進合戦っていうふうに見るよりか、まあ、中国の宣伝が。はい、宣伝が非常に強い。まあ、そこに対してアメリカどう対抗していくかっていう話ですね。で、これはね、日本でも例外でなくて。はいはい、例えばね、私の自宅にね、うんうん、あのあ、チャイナ。 あチ,ャイナチャイナウォッチだったかな。デイリーチャイナ、チャイナデイリー。チャイナデイリーっていうのがね、うん、英語誌であります英語誌で。それがね、週刊、はい、それの週刊版、<ー>これがね、あの入ってきたんですよ。 あ、なるほど。これ、なんかね、あの、中ほどのページに。こう読んでいくと、そのまま、チャイナデーリーに行くような、挟み込み方してたりとか。まあ、アメリカだと、その方式なんだけど、私の自宅に入ってたのは、もういきなりチャイナデーリーそのもの。おお、なるほど。別釣りでみたいな。別釣りで入ってたの。いや、結構ね、面白くてね。私もね、中国何考えてるか、よくわかるな。おお、なるほど。ぜひ入れて、そのまま入れてほしいと思ってたんだけど、一回入っただけで。はい、はい、は なっっちゃた意味がいとかか思っもしやまあそれはともかく要するに今このアメリカの中国制裁これ非常にもうどん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 激化する一方でこの記者の話じゃなくて例えば企業中国企業に対する制裁これまあファーウェイとかの話が5社がハイテクビジョンとかねハイテクビジョンとかいうかなり言われてますけどそれだけじゃなくてついこの間も国防総省が南シナ の、はい、軍事基地建設に関わっている中国企業24社。うん はい、まあこれを制裁したと、はい、それから個人についても、ビザの制限なんかやってるということで、まあ、かなり激しくなってますよね、<ー>で私はこのき中国企業に対する制裁、あるいはこ中国の責任者こ、個人に対する制裁、これ、かなりね、やっぱり効いてんじゃないかなと思いますね。と、うん、いうのはね、個人で制裁されると入国できないでしょ、はい、で本人だけじゃなくて、家族もですから、うん、あ家族となると、まあ、よく知られてるのは、例えば毛沢東の娘が、 ハーバードにいたとか、<ー>あるいはあの香港のキャリー・ラムの息子さんがこれまたハーバードにいたとか、でクレジットカードから何か、みんな使えなくなりますから、ねはいそう、これはね、相当厳しいんですよ、うんあのよく関平さんなんか言いますけど、中国人は、反米は仕事だと、<laughs> でも生活はアメリカだと。生活はアメリカ生活は、まあ、みんなね、老後の暮らしはアメリカに移住して、アメリカで暮らしたいと思ってる人が、実はほとんどたくさんいるんですよ。共産 幹部たちは、はい、だからイン引退するとみんなアメリカにいるんですよねだ一体んだこれはとうおいうふうに思いますけども。 まあですから、入国制限とかね、はい、あのクレジットカードとか、ドルとの禁止とかね、はい、ドル使用の禁止とか、ええ、まあこういう政策はね相当効くと思いますようん。でこれがやっぱり日本企業にもやがてあの跳ね返ってきて、うん、要するに問題の中国企業、例まあファーウェイはもう実行されてますけど、はい、ファーウェイと取引している日本企業は、アメリカ政府は取引しないとうんっていうことになってますね。そそううすすするると広大なな北米市場を手放すのか事実上そうなってくるわけですよ やはり政府との、うん、企業を禁止されているような日本企業と付き合っていいのかと、火、うん、の粉がいつ自分のところに飛んでくるとも限らないというふうに米国企業も考えますから、はい、結局、中国市場を取るのか、米国市場を取るのかという選択を迫る、うまこの傾向はまあこれからどんどん加速すると思います。うん え今日のキーワード中国政府がアメリカメディアの記者証を更新停止かというニュースからあ米中の関係そこに日本はと、ね、ういうところまでお話しいただきました。 メールツイッターご紹介します。オリンピックについて結構いろいろいただけますね。とも、うん、さん、神奈川相模原からいただきました。来年オリンピック開催とのことですが、なんだか怖いです、えー。日本に比べ世界の感染者は桁違いに多いんで、規模を縮小したとしてもかなりの外国人が日本にやってくるわけですよね。そこからウイルスが入ってくる可能性どうしても高くなりますよね。まあ今頑張ってるアスリートの方々のことを考えると開催してほしいし、うん、うん、いっそう思い切って無観客という形にしたらいいんじゃないでしょうか。 といたただきました、うんまあ、無観客になるのかな、うん、どうなんだろうなという、ねまあ、完全無観客じゃなくて、まあ、限定でね、うん、まあ入れる、まあ、それには当然、事前の検査、えー、それから、まあ、ワクチンが間に合っていればワ、えー、ワクチン接種ということですけど、まあ、ワクチンは、ね、選手の場合はね、うん、どうかな、副作用が心配だな。あそこの、ね、副反応という部分がね、うんうん 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ合流新党の代表選挙スタート立憲民主党と国民民主党などが結成する合流新党の代表選挙が昨日告示され、 国民民主党の泉健太政調会長と立憲民主党の枝野幸男代表の2人が立候補しました。投開票は10日木曜に行われ、代表の選出と合わせて新党の名前も決まります。 え名前の方は、枝野さんが立憲民主党、泉さんが民主党というのを掲げていて、このどっちかを選ぶそうです。まあ、名前はね、まあさ、どうでもいいというか、まあ、あの、お好きなように決めていただければいいと思いますけども、<laughs> はい、<laughs> まあ、これはね、私は、この新しくできる合流新党ね、はい、まあ、一言で言うと、うん、これはす左に、 傾く。相当。左傾化がね、加速すると。はい。見てんですよ。というのは、だって国民主党はこれ、分裂したわけでしょはい。うで,、ね、でいわゆるその右の人、の人はこれに入らずに、うん左の人が入るわけじゃないはい、えー。となると、立憲はまあもともと国民より左なわけだから、うんこれはね、まあ、要するに勢いはどう考えても左の側にあって、 まあこれは加速するだろうと。うおとなるとね、はい、これはまあ昔の人は知ってると思うけど、社会党、お<ー>社会党って昔があって、すうん、要するに55年体制かの社会党化していくだろうなとうまあいうふうに見てるんですよ。うんおまあ、ずばり言えば、はい、まあ永遠の野党。政権交代 政権交代はまあ言うんだけど、はい、こう、まあじゃあその左に傾いた野党に政権が行くかというと、これはちょっと考えにくいねと。うん、なぜかというと、 まあ要するに日本だけじゃなくて、世界、日本を取り巻く環境を見れば、これはもう明らかに、例えば中国の脅威が増してるわけでしょ。はいうん、で日本の一番重要な同盟国だらアメリカは中国との対立を加速してるわけだ。はい、まあこういう中で、じゃあ日本舵取りどうすんのっていうと、うん、まあそういう時にあえて左を国民の皆さん選ぶかと。 言う,うと、私は選ばないだろうと、ますます現実的になっていく、はい、つまり日本がどうしたら平和と安全、繁栄が担保できるのかあというときに、あえて左を選ぶかと、まあかまあ、仮に左を選べばとすればですよ、これ、日本が韓国のようになっていくっていう。 話ですよねでムーン・ジェインの失敗っていうのは、もうみんな見てよくわかってるわけだから、まあ、となると、これは、まあ、そういう150人規模の左の政党、あっても別にいいですよ、はい、あってもいいけども、これ、永遠の野党化。うんうん していくだろうなっていうのが、私の見立てですねうでもう一つはこの、じゃあ、この合流新党に参加しなかった玉城さんたち、はい、まあこの人たちは、透明国民民主というふうに変えずに、14人規模って言われてますけど、はい、まあ無所属の人も当分選ぶっていうことだから、<laughs> あこの人たちどうなんのと、私はぜひね、ここはあの現実的な野党。 うん、まあ保守であれとまでは言わないまでも、現実的な野党であれというふうな立場を守っていただきたいなと、固めていただきたいなと、うん、まあ例えば維新だてあるわけでしょ、はい、だからまあ維新なんかとね、よく協議されて、場合によっては一緒になるっていうことだっていいんじゃないかと。 こっち側に参加した人の中にはね、あの前原さんがんいらっしゃって、前原さんなんか結構こう、維新の側ともパイプがあるといわれてますね、近い,ね近いといわれてます、ね、それから、まあ、あと古川さん、古川元総理代表代行、はい、あと岸本さん、岸本周平、このあたりの方々は、もともと旧民主党の中でも、まあ、現実主義だったと思うんです。うん うんそうだとすれば、まあまあ、左の人たちがみんな消えてなくなったって、まあ、あっち側に行ってくれたというのであれば、うん、もうすっり きりやったらあの自分たちの現実路線を純化させていったらどうかとそれからもう一つ言わなきゃいけないのはその連合ですよ、労働組合の連合、あるバックについてる連合も例えばその自動車総連とか電力とか、はいあまあ、そういうところあるいは前線とかうんまあこういうところはもともと左ではなかった、旧同盟 関ですからね。はい、企業労組ですもんね。うん、まあだからまあそ,そこのところもね、うん、何もこの無理にでも連合一体化で、はい、どっちか選ばなきゃいけないということでもないとうん思いますね。まあ構図会長連合構図力協会長はい。 お野まあこういう状況になって、非常に怒りを見せてて、玉城のせいでこんなことになっちゃったんだみたいなこと言ってるけどさ、何をおっしゃるのと、私は神津会長のせいで今のこの混迷があるんじゃないかっいうぐらいに実は思っているんです、だってもともと希望の党の時にさ、河津さんはこの支持団体のいわばのりを超えてって言ったら言い過ぎかもしれんけど、かなり要するに政治的に立ち回って、 この民進党から希望、さらには2つに分かれるきっかけを作った、そ分かれてくきっかけを作ったと言ってもいいぐらいでしょ、だから、この際、連合の皆さんも、すっきり分裂したっていいんじゃないのと、一部ではもう終わりの始まりっていう声も。 出ているようですけど、うん、まあ、ある意味、すっきり野党が整理されていくことになれば、はい、まあいいかと、まあ昔で言うとね、観光路をまあ総評系と呼ばれたようなところと、同盟系っていう企業労組って2つに分かれていて、観光楼の方はどちらかというと、社会党よりで,<う>で、同盟系は民社党とかね。 に分かれていた、うんうん、あの当時に戻っていく感じになるんですかね。うん、まあそんな感じに見えますね私には。なんか新たな55年体制になっていく、うん。まあもちろんだから149人のね今度新しい人たちがこの人たちみんなその理念政策で一致していってんのって言ったらかなり実はそうでもなくて。うん、はい。 えー、要するに選挙50回っていうか、まあ、選挙のために生き残りで、立憲の方がなんか支持率高そうだし、国民民主は0.1しかなかったから、まあそれだったらもうとってもじゃないけど、選挙勝ち抜けないから、こっちに入ろうかと。えーえー、まあそういう人たちも相当いると思いますよ。まあ、まあ特に比例復活を考えると、ね。ざっくり言3分の1以上ぐらいは、まあそういう人たちじゃないかと。お見ればですよ。はい。 おまあ、この際ね、うん、あの選挙を経て、私ぜ、ぜひ解散する選挙を早くやるべきだと思ってますけど、まあ、それで野党も野党なりに、こう、淘汰されていくと、うん、洗練されていくと、うん、まあ、こういうプロセスであればいいかなと思います、うんえー、野党の合流新党代表選挙について、まあ、そこから先、うん、日本の政界のあり方というところをお話しいただきました。うん、いつまでも あると思うな番組とポッドキャストア余り。どうも、日本放送アナウンサーの飯田浩二です。さあ、ここで飯田浩二の OK 工事アップからお知らせです。ポッドキャスト YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様。以前も一度お伝えしたんですけれども、再びそんな季節がやってまいりました。まあ、この時期ですね、ラジオ業界は何ヶ月に1回かの お調べ週間を迎えております。各局各番組いろいろと思考を凝らして頑張っておるわけですが、改めて申し上げます。この番組、飯田浩二の OK 工事アップは、東京のラジオ局、日本放送、日本カタカナの地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。この OK 工事アップは、平日朝6時から8時まで、 日本放送で生放送をしておりますが、地上波でお聞きでなくてもですね、もしもお手元にお調べの連絡が来ているという方、いらっしゃいましたら、何卒、伏して、伏してお願い申し上げます。今回も、清き、清き一票どうぞ、よろしく、よろしくお願いいたします。 まあ、風の噂だね、ウェブでの投票だとか、なんとかあの聞いておりますが。ということはですね、皆さん、簡単にできますよね。あの真面目な話をしますと、このお調べ週間の結果、いかんによってですね、えーまあ、私個人の評価もさることながら、それ以上にですね、番組の不沈に、番組の生き死にに関わってまいります。 ぶっちゃけた話この結果が悪いと番組が終了する恐れすらあるとこれが資本主義社会の厳しい現実でございますこのコージが終わってしまった場合ですね本体が終わった後に YouTube やポッドキャストが残ると思いますかいやそうではありませんやはり本体がなくなればこのポッドキャストや YouTube も当然なくなってしまうわけです皆さんこのコージアップこれからも 聞きたいですかですよね私、飯田や新行アナウンサーの声が聞けなくなったら、寂しいと思いませんかですよねありがとうございます。あなたの、あなたの心の声が私に響いております。そうです。番組をこれからもお気になりたいというあなた、ぜひ一つご協力をお願いいたします。難しいことは申しません。 この機会にですね、関東一都三県、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にお知り合いがお住まいの場合はぜひご推薦を、ご自身が住んでいるという方は、もし何かお知らせの雷、何かお知らせがあればですね、それに従ってですね、清き一票をぜひ、よろしく、よろしくお願い申し上げます。 大事なことなのでもう一回申し上げます。この OK 工事アップ、正式名称は日本放送飯田工事の OK 工事アップは、ラジオの日本放送で、平日の朝6時から8時まで、朝6時から8時まで、日本放送朝6時から8時までの放送でございます。